ジャンケンマンジャックポットジャンケンマンは1985年にサンワイズから発売されたメダルゲームである。シンプルでわかりやすいゲーム内容が人気を呼び稼働していた当時は駄菓子屋や百貨店、ショッピングセンターの自動向けゲームコーナーに設置されていた。ゲームの内容は極めて簡単でゲーム筐体を相手にジャンケンを行うものである。 勝敗によって、プレイヤーの保有するメダルが増減する。じゃんけんの拳は、天角のように多数の LED を使い、グーの型を基本に、指を2本加えて、チョキ、5本加えて、パーを表す。遊び方は、以下の通り。コイン、またはメダルを投入すると、じゃーん、ケーン、の音声が発せられるので、グー、チョキ、パーいずれかのボタンを押す。 ボタンを押すと同時に、ポンが発生される。勝敗の判定がされ、勝敗に応じて、以下の動作が行われる。好評を受けて、続編が何作か作られている。基本的なゲーム内容は同じで、さらに他のゲーム機能を付加されている。発売メーカーのサンワイズは、当ゲームのヒットをきっかけに、他にもメダルゲームを開発。有限会社から、 株式会社に改まり、株式公開も準備していたが、1998年3月6日に倒産した。サンワイズ倒産後、同シリーズの権利は、サンワイズと同じ東京都三鷹市に本社を置く、アズロネットが保有していた。アズロネットは、販売並びにサンワイズ製品の修理サポートを行っていたが、共に終了している。なお、 アズロネットも公式サイトを閉鎖している。2020年、バンダイから、ジャンケンマンの音声を再現した、カプセルトイ、ガシャポンサウンドジャンケンマン JP が発売された。同品のコピーライト表記は、コピーライト、エクセルコープ、となっている。ありがとうございます。